メですよ。ユキちゃんはここにいませんが。お目覚めになられましたか？おはようございます。もう朝ですから起きてくださいね。それでは朝食の用意ができてますから。清香は食べたようですのでお早めにどうぞ。こちらですので、確か今はあの子が使ってるはずですが。あら、どうされました？ついてる？何ですって？あんた朝からいい度胸じゃない。下着泥棒なんか褒めるわけないでしょ。じゃない？何よ、いきなり爽やかになったりして。それより早く行くわよ。何よ、さっきと態度が違うわね。ちょっと待ちなさいよ。失礼なこと考えてない？そうかしら。
ったの顔がそんな感じするのよね。誰がナイスガイなのよ。呆れてるのよ。あんたの口ほどじゃないわ。さ、無駄話なんてやめていくわよ。お兄ちゃん、清香さん。
でしょうに。もうしょうがないわね。でも悪いのはあんたなんだから、後でちゃんと日和に謝っておくのよ。私があんたの分まで作るわけないでしょ。ゆきちゃんがあんたにって持ってきたのよ。朝に渡すの忘れたからって。
から見ても仲良しだね。こんなやつと仲良く見られるなんて。お弁当置いとくわ。じゃあね。あれ？あれ？キヨカちゃんどこ行くの？死ぬほど似合わない言葉ね。ああ、はいはい。それにしてもすごい落ち葉の量ね。
早く上がりなさい。私は部屋で着替えるから呼ぶまでここで待ってたよ。言っておくけど覗かないだよ。部屋に来て。やっと来たわね。遅かったじゃない。それじゃあ今日の作業説明するから。期日がないんだから。2月14日までには完成ね。
に。2月14日の理由はそれよ。なんか言った？作業しなさいよ。